ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。カード1枚を深く掘り下げて語っていくカードディグへようこそ。突然ですが皆さん、ドラゴンは好きですか？昔からファンタジー系の世界では最強レベルの生物として存在しているドラゴンですが、マジックにおいても魅力的なドラゴンが多数存在します。今回紹介するカードはそんなドラゴンにまつわるカードの1枚、ドラゴンの嵐です。たった1枚のカードでドラゴンを何枚も出せるというね、ロマンあふれるカードですね。今回はそんなドラゴンの嵐の魅力と強さについて語っていきたいと思います。まずはテキストを読んでいきましょう。ドラゴンの嵐は9マナの赤のソーサリー。ライブラリからドラゴンのカードを1枚探して戦場に出すことができます。ちょっと待って、9マナを使ってたった1枚しか出せないの？って思った方もいらっしゃると思います。でも大丈夫。このカードにはストームというキーワード能力がついています。ストームとは、あなたがこの呪文を唱えた時、このターン、この呪文より前に唱えられた呪文1つにつき、この呪文のコピーを1つスタックに置くという能力。つまり、このドラゴンの嵐を使う前に別の呪文を使っておけば、その回数分ドラゴンの嵐がコピーされ、その分ライブラリーから直接ドラゴンが場に出てくるということになります。とはいえ、さすがに9マナは非常に重く、さらにその前に呪文を唱えておくとなると容易なことではありません。このカードが最初に収録されたのは、2003年5月に発売されたスカージュ。部族をテーマとしたセットでしたが、その中でもドラゴンにフィーチャーしたセットでした。しかしこの時期のスタンダードでは、ドラゴン好きのプレイヤーがファンデッキに入れるという程度で、これといった活躍はできませんでした。そこから3年後の2006年10月、沖野羅戦でドラゴンの嵐は再録。このセットでの再録で、ドラゴンの嵐は文字通りの大嵐を引き起こすカードへと変貌を遂げることになります。では、どんなデッキで使われたのかを見ていきましょう。最初にドラゴンの嵐が活躍したデッキは、このカードの英語名がそのままデッキ名にもなったドラゴンストーム。この時期のスタンダードはドラゴンの嵐と相性のいいカードが多く存在していました。煮えたぎる歌や睡蓮の花、炎の儀式といったカードでマナ加速とストーム増加をして下準備を整えます。そしてドラゴンの嵐から出てくるドラゴンはボガーダンのヘルカイト。ボガーダンのヘルカイトは8マナ55で瞬速と飛行を持ち、前に出た時に好きなところに5点を振り分けて飛ばせるドラゴン。ライブラリーから4体痩せれば一気に相手に20点ダメージを叩き込んでゲームエンドまで持っていくこともできます。もちろんこれが綺麗に決まらないこともありますが、ボガーダンのヘルカイト自体は倍残っていますので、そこから殴り勝つことも難しくはありません。最初に活躍したタイプのドラゴンストームデッキは、ラムイカブロックと時の螺旋ブロックがスタンダードの時期。ストーム稼ぎや妨害も兼ねて、青の呪文を入れた青若で構成されることが多く、フィニッシャーもボガーダンのヘルカイトの他に、速攻を持っていて、なおかつ高いパワーを持つ、借り立てられたドラゴンが採用されました。そして2006年の世界選手権は、三原牧人選手がこのドラゴンストームを使って見事優勝します。この世界選手権では、三原選手のあるビデオマッチが話題となりました。ウィニーデッキに追い込まれた状況で、コンボを指導した際に、計算違いでマナが足りず、ドラゴンの嵐が唱えられたいことに、三原選手は気づきます。コンボ失敗か、と思われたその時、撤廃を唱え、そのキャントリップでカードを引くと、そこには、追加のマナ加速である、3枚目の炎の儀式が、そのままドラゴンの嵐までたどり着き、見事勝利をものにします。この奇跡の逆転劇は現在まで話題となり、三原選手のエピソードの一つとしてファンに記憶されています。その後、ドラゴンストームは、ローテーションで差し戻しや撤廃といった優秀な青のカードを失うことで一度姿を消します。しかし、グレン術師のカリアトや武道団などのカードを組み込んだ赤団デッキとして復活。2007年の世界選手権では、トップ4に2人を送り出す活躍を見せました。そしてもう一つ、変わった使われ方をしたパターンも紹介したいと思います。それが、モダン制定当時に登場した、青タン感染。ドラゴンの嵐が赤のカードなのに、なんで青タンで使うんだと思った方も多いと思いますが、実はこのデッキのキーカードにその答えがあります。そのキーカードがこちらのモーカの群れ。普通に使えば赤2マナプラス X で、クリーチャーのパワーをプラス X するものですが、マナコストを支払う代わりに、手札にある点数で見たマナコストが X の赤いカードを追放することでも使用可能です。青タン感染はその名の通り、感染を持つクリーチャーで攻撃して、毒カウンターを10個相手に与えて勝利するデッキ。感染持ちの11クリーチャーを倍出し、次のターンにドラゴンの嵐を追放して、モーカの群れを唱えることで、パワーを10まで引き目で相手を瞬殺することができます。マナコストが重いことは、基本デメリットにしかなりませんが、このデッキではドラゴンの嵐のコストの重さが、そのまま火力に置き換わるという面白い動きをしています。ただ、このデッキは簡単に2ターンキルが狙えるデッキになってしまったため、モーカの群れが禁止カードに指定され、姿を消すこととなりました。強力な出た時能力を持つドラゴンと相性がいいこともあり、現在ではドラゴンを主軸にした統率者デッキでよく目にするカードとなっています。
最後にストームというシステムについて軽く語って締めたいと思います。ストームはそのターン中、その前に打った呪文の数だけ呪文をコピーする能力です。効果の解決手順が、ストームを持つ呪文がスタックに乗る、コピーを作る能力が誘発してスタックに乗る、誘発型能力が解決される、コピーがスタックに乗る、コピーが順次解決されるという手順を踏みます。そのため元になる呪文を打ち消しても、コピーとなる呪文はスタックに乗ったままなので打ち消されずに解決されるというのが、このストームの大きな特徴といえます。そしてこの能力が登場したことにより、強力なストームデッキがいくつも登場することになりました。マナ加速や軽いアーティファクトを戦場に出す、さらには墓地にある呪文を再度唱えるなどしてコピーできる呪文をどんどん増やし、最後にストームを持った呪文を唱えてフィニッシュというのが、ストームデッキの基本的な動きになります。今回紹介しているドラゴンの嵐もそうですが、マナ加速をしたり自分で自分の使った呪文をバウンスしたりといった一見意味のなさそうな行動でもコピーを増やすことにつながるため、行動自体が意味を持つようになりました。そしてストームを使うためにひたすら呪文を使うことをストームを稼ぐというようになります。マジックはモダンやレガシーなど下環境に行けば行くほど軽量で優秀な呪文が増えていくゲームです。結果としてモダンからヴィンテージまであらゆる環境で瞬殺デッキや環境を完全に支配してしまうストームデッキが現れたため、その都度軽量マナ加速や軽量ドロー呪文といったパーツが禁止されていってしまい、壊れメカニズムとしてマジックの歴史に名前を刻むことになりました。とはいえ現在でもストームデッキは使うことができますし、一度相手がストームデッキを使っていることが分かれば、耳の痛い静寂などサイドボードカードで対策できるようにもなっています。というわけでドラゴンの嵐について語っていきましたが、いかがでしたでしょうか。このカードも最初はマナコストの重さからファンデッキ向けのカードでしたが、その後の環境の変化によって大化けしたカードとなりました。もちろん単純にね強いカードもマジックには存在するんですが、カードの強さっていうのはね、結構相対的で、環境によってその強さを変えるっていうのはね、マジックの面白いところかなと思います。というわけで、皆さんもね、このドラゴンの嵐について語りたいっていうことがありましたら、ぜひね、コメントで教えてください。というわけで、今回は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけで、トロピオ大塚でした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。また、マジックのカードをご購入の際は、概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。